やってまいりましたアップライジング宇都宮で、今日は宇都宮ブリッツへの元オリンピック選手トナカイやってまいりました。トナカイ選手どうですか？ヒヒンヒヒンと言ってますよ。トナカイ選手ハードでしたね。やっぱオリンピック選手になるとやっぱ違いますね。トナカイがヒヒンですからね。バフンだよ。バフンですか？バフンですね。はい、いやでも今シーズンもやばかったですね。やっぱり優勝っていうのはね、はい、ありがとうございます。いろんな、まあ、バシーンっていう、こう優勝はですね、まあ、みんなでチームで一気を頑張ってやってくるんですけど、やっぱりこれかぶって走ってたんですよね、その時。ヒヒンバフンじゃなくてバフンバフンですね。こんな面白おかしい鈴木伸二選手、来シーズンはまだどこで走るかって決まってないですか？はい、まだ発表されてないですね。やっぱり自転車で走ってる選手とトナカイに、あ、トナカイじゃない、バフンで走ってる、バフンじゃないですか？バフンバフンバフン、イルフンイルフンですからね。イルフンイルフンの走り分かんない、分かんないですね。これからも宇都宮、あ、宇都宮ブリッツ鈴木伸二選手をよろしくお願いします。やるぞやるぞやるぞ。